よしさん、くれないの豚ですか。くれないの豚私、見てないんですよね。今後も見ないと思いますけども。まあ、くれないの豚は、何もしてくれない。お金もくれない。なんだかんだくれない。だから、くれないの豚なのかなと思っちゃいますけどね。そんなことないですかね。いやー、でもね、楽しい映画って結構いっぱいありますよね。いっぱいあるんで、 タイトルと CM 一つで見るか見ないかって変わっちゃうんですよね。で、あ、これ面白そうだなと思って見たのに、そうでもなかったってもの結構あると思うんですよ。で、クレーナイの豚はもしかしたら面白いかもしれないけども、タイトルが興味を引かなかったんで、未だに見るのはちょっと時間がもったいないなと思っちゃったりね、するんですよね。そういう意味でも、タイトルってものすごく大事ですよね。それから、ポスターに、 当たるサムネイルねこれも大事ですね。で、YouTube の動画で当たる当たらないよね。すごく気にしてる人って、タイトルもサムネイルも大したことないんですよ。うん、それこそ、編集もしてないしね、サムネイルも作らないような、まあ、そんなね、まあ、我々のようなね、動画のやり取りでも、ちゃんと売り上げ上がるわけですから、うん。だから、サムネイルにも凝ってない。で、タイトルも、 対して洗練されてない人が、いやー、YouTube 頑張っていっぱい作ってるんですけども、全然再生されません。チャンネル登録増えませんっていうのは、まあ当たり前のことなのかなと思いますけどね。あ、うん、たり、前田のクロッカー。ね。前田タイソンでございますよ。いってらっしゃい。